さてウィークエンド寺ちゃんですコメンテーター経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたしますいやーほんもうウィークエンドまでね、ええ、あの今しょっぴかれて、ええはい、もう取るものもうとりあえずてきたんですけどね<ー>ひどいじゃないですか出てきたコーヒーが、はい あの火曜日出したものと同じ残り、これ、物持ちよくないですから。ずずっとってんででですすかかここおしいいね給食の食の器じゃないんですから <laughs> さて、日本銀行の上田総裁が22日行われた衆議院予算委員会で今後も物価上昇が続くという見通しを示し今は物価が下がり続けるデフレではなくインフレの状態にあると考えている、まあ、こう話しました。 この発言で日銀がですねいよいよ金融緩和を解除するのではないか、まあ、こういう憶測が金融市場に広がっています4月の春闘の結果を見て賃上げを確認したら金融緩和解除という話がとしやかにささやかれていますが日銀、上田総裁のインフレ宣言とも言うべきことなのでしょうか田中さん、このあたりはどう捉えてますかお伝え来た方がい,いです,よ、ね、あです済 データを見ると明らかにこう物価はねあの海外からのエネルギーだとか食料品だとかそういったもののえ価格がですね下がってきてでそれがあの日本の物価全体にも反映してきてですねもうあの多分2%を切ってると思うんですよ、物価水準。でそれがあのどんどんですねえー加速する感じがありますね。でですので だからインフレ制限ねインフレの状態にあるんだけどインフレ目標を達成するってことは、はい、まあちょっと考えられないですね<ー>今の現状で、はいえー、まあ2%インフレ目標ねうんそれはね、えー、あの今の現状の日本のこの物価動向から言うと、はいえー、達成できないと思いますね、はい、あのー、だから、えー、インフレ制限確かにね、はい、まあ 2%はいかなくても1.5とか1.6とかねそれもインフレっつったらインフレですけどそこを強く打ち出すというところがねだめなところでしかもこれ22日でしょこれね本当ね上田さんってね不景気なんですよ基本的に上田さんが不景気上田さんのニュースが出てくると日経平均株価がブレーキかかるんですよ。 このニュースだって一歩間違えればねこれね日経平均株価がバブル後最高値をバブル時期の最高値を超えた日ですよ。その時に発言してるんですよ、うん、インフレだーっつってねもうこのインフレだっつったら、まあ、大体ね市場関係者やマスコミはあこれはもうねマイナス金利解除<ー>は近いと、はい、でさらに金融緩和の出口政策も近いと。 これは株式市場には、あのー、マイナスな影響を与えるんですよ。はい、そういったことを、えー、国会で。俺はインフレです。ってっもう生じたろうか、お前は。<や>つって。懐かしいな。顔を見たら、死神博士だろって、顔のこと言ったら、お前はタコ星人だろう。いや、何、下にいて。るんですか <laughs>、えー。まあ、でも、これ、その上田総裁の。死神星人の、あ、死神博士の正体は、イカ星人ですから。ええ イカとタ V.S. イカでイカタコですか。謙信像かよって,って,、ね、って自分で言ってますからこれ。甲殻類です。はい。甲殻類仲間じゃないですか <laughs>。そうだ。もっと仲良くしなきゃな。で上田総裁の頭の中で例えばまあねよく言われるもはや日本の物価上昇というのがコストプッシュインフレなんて言いますよね。はい、コストプッシュまあえー、そのものの値段海外から入ってくるのがそれが高いからっていうまああまりよろしくない褒められたものではないインフレで本来だったらこのディ リマンドブルインフレって言ってもっとこれ欲しいよっていうねそちらにまでは行ってないにしてももうコストプッシュ型のインフレではなくなったと理解してるんでしょうかねあ,あのですね一応、えーえー、上田さんはね、はい、あの物価は2つの要因でなってると、はい、これなんかね、えー、彼独特の表現で言ってたんだけどちょっと分かりました、えー、忘れちゃいました、えー、ナンバーワンインフレとかナンバーツーインフレとかね<ー>そんな言葉を使ってますけど、はい、結局あのコストがあの上がっていって物価が上がると。はい 例えばエネルギーとか食料品海外から輸入するもともとのコストが高いとそれで物価があるともう1個はそのものに対してみんなが買うんで品不足になって価格が上がるとこれはディマンドプルっていうね2つの要因があるっていうことは彼は当然抑えてるわけですよ。それを踏まえても インフレだっってやったわけですよねだから、えーあのー、そのコストプッシュ型のインフレがあの収まっていて、うん、じゃあディマンドプル型になるのかと、はい、みんな思うわけですよ。えー 僕は思ってないですね、はい、そういったものがまだ確かなものでは全然なくてむしろ消費なんかは相変わらず低迷してるのでリマウンドプルにはね、うん、あの全然ね程遠いと思うんですが、えーえー、今のこの日銀の中ではですね昨日だか一昨日だか日銀のですね昨日や一昨日いじゃない今日は土曜日だったので。はいえー 違違違う違う違う、はい、世界線をししっかりしたいと <laughs> で45、えー、日前にね <laughs>、はい、あの日銀のエコノミストが公表したですね日銀御用学者ワーキングペーパーを見ますとね、うんはい、そこにはあの賃金が、えー、物価に上がってると、うん、つまり賃金が物価に上がってるのはこれこ一見するとコストプッシュみたいに見えるんですが違うんですよね。はい、みんなが物を買うので、うんえー 何、ねえー、て言いますかね、はい、あのその分で何ていうかディ、えー、マンドプル型で賃金も上がってくるというような発想なんですよ。えー、ところがそういうふうにはなってないでしょうね<ー>日銀のエコノミストが言ってもですねそれかなりねあのきつい、はい、あの例えばね簡単に言うとサービス価格なんですよ。はい、サービス価格が じゃあ十分にですねそののの最終材の価格に上がってるのかでサービス価格って一体何かっていうと、はい、賃金なんですよほとんどね、はい、で賃金があのはっきりと、えー、上がってるかっていうのがまだ見えないデータを使って、うん、無理やり賃金の上昇が物価上昇に乗っかってます<ー>みたいなこと言ってるんで。ええ すごいテクニカルな、ね、あの言い訳をね,重ねてるんですよまあすでに市場関係者の間では金融政策の転換が行われることを前提に日銀が何パーセントまで利上げするのか <laughs> まあこういう議論に移っているとも言われます、まあ、これだけ株価が好調な現状を見る限り、まあ、どうしてそんなに焦って株価を下げるような政策を期待するエコノミストが多いのかどうか、えー、まあ株価の好調エコノミストたちにとっては何か 都合がよろしくない。いやいや、私の知ってるエコノミストね、島津さんであるとか、あと片岡さんであるとかね。みんな反対してますよね。この利上げ、ね、利上げ、何を言ってるんだと。え、まあ、利上げどころか、そのマイナス金利解除さえも、最近はね、みんな反対してますよ。で、あの、本体、火曜日の本体の方で言いましたけど。 いやえー、片岡さんや島津さんはね、はい、僕と同じでしたけど、えー、YCC の修正の段階で、えー、もっと、ね、厳しく見なきゃいけない、はい、上田日銀の正体っていうものをね今回のこういったね、えー、まだ物価上昇がねは,はっきりしていない中で、うんえー、こういったねマイナス金利解除をするっていうことは、うん、明らかにこれ早すぎる、はい、事実上の金融緩和の停止なんですよ。はい、そういんなことをね、うん えやる人じゃないってえ去年の YCC の,の修正の時には言っていたリフレ派の人たちもいますこれは金融引き締めではなくて金融緩和の力強い継続みたいなことを言っていたりこういったことが金融緩和を安定的につなげるためにはいいんだと安定的に全然つながってないじゃないですかこれ今。ここういいっったたとを言っていたのはね それ見て当時から上田総裁のこういったのね昔と全然変わってねえわと言っていたのはね虎島さんもぜひ思い出してください1年前からずっと言ってますよ俺これもう大きくて大雑把に言えば上田さんにかなりチェック入れてましたからもうねよくね個人的な恨みがあるんじゃないかとやっぱイカたいタコなんじゃないかと全然違いますイカとタコはいつもお刺身で ええ、横に出てきてるじゃないですか足の数違うしね <laughs>、ええ、足の数が違ういやいやもうあんなんで。<laughs> もう些いな違いそうですか吸盤があるないとかある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 ねるあ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 れあるかるあ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 らある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 あいある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 あいある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 つるあ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  まあでも田中先生とも親しい安倍政権で経済アドバイザーも務めた本田悦郎元内閣官房さ議よ日銀のマイナス金利解除については中小企業の賃上げ動向を見極める必要があるとして4月の実施は時期尚早と話していますで解除する際には2%の物価目標達成までゼロ金利政策を維持するとの先行き指針が必要まあこれも強調しておりまして本田さんは大企業を中心 に春は、で大幅な賃上げが実現しても中小企業への浸透は一定 定の時間がかかると、えー、こういうことから3月4月のマイナス金利解除には反対こういう意見を表明していますまあ本田さんの言うように4月の春闘の結果だけで判断するのはこれ危険だということなんですねもうまさにね、えー、本田さんね、はい、あの本田さんは YCC の修正の時にはっきりとしたことは言わなかったんですよ、はいえー、やっぱね、リフレ派の意見が割れちゃったんでんあのす、えー、まあ本田さんはまあ 経済学者じゃないしエコノミストじゃないですから、はいえー、やはり我々の意見で、えー、参考にして判断を下していくという人ですからね、えー、だから慎重になったんですよ我々の意見が割れちゃったんで、はいね、見事に、えーえー、で今ねあの本田さんはでもすごくね経済に対する勘、ね、がすると<ー>でそれから見ても、えー、本田さんから見てもねこれだけ具体的に言えるだけ心配なネタが今充満してるんですよ。はい、で 僕から見るとね、まだまだね、ホンさんでさえもね、あの甘いと思いますね。もう僕からしたらですね、上田総裁ね、あの解雇ですよ。あ、そのくらいですか。もうそれぐらい今日です。この時点でね、もうね、あれね、あのイカ精神。来たぞ。白いのお嫌い。真っ白だから。もうともかくで、俺それぐらいダメだと思う。どうしてかっていうと、昔の日銀、アベノミックスの遺産を ねあのー、殺してるんですよ<ー>アベノミックス殺し、えー、だから本田さんはもっと怒ってほしいと思うだって本田さんはねはアベノミックス絡んでたわけですからねはい。えー、あそういうことです、ね、もうだからねあのー、島津さんとか、はい、なんかはもう 毎日のように怒ってますよ。ああ、今。ええ、島津さん怒るってあんまりないじゃないですか。はい。ね。だけど、本当今の、ね、ええ、マイナス金利解除は拙速拙速。ね。もう。まあ、雰囲気をただ。もうすごい言ってますよね。え僕に至ってはですね、もう本当。変身してますから。いや、どういう。 ことですか <laughs> さっきくびっとおっしゃいましたけどね、妊娠、ええ、しちゃった、まあ、とりあえず、数日前のあのコーヒー飲みますよ。ええええ、喉で、すねで本田さん自身の X でも、日銀のマイナス金利等を金融緩和に対し、批判の声が高い、いわく低金利による円安で物価が高騰し、国民生活が圧迫されている。日銀幹部さえ 緩和が終わっても緩和は続くという意味不明の発言 <laughs> えー、マイナス金利の終了宣言にも聞こえるが我が国経済の需要は強くない足元の物価高には財政で対応すべしまあこういう見解を示していますこの考え方は田中さんと同じと考えてよろしいですかそうですねまず、はいえー、本田さんの議論を整理すると、はい、マイナス金利解除はダメだとでさらに、うんえー 賃上げの効果がはっきりするまではゼロ金利政策を例えばマイナス金利を解除したとしてもやっちゃダメなんだけどもうそれをしちゃったらね少なくともゼロ金利をえー2%の物価目標達成まで維持しろと。ゼロを維持するだからまあ曖昧な形で金融緩和の継続っていうねさっき言った緩和が終わっても緩和は続くってねこれ全問答かよと。俺はね ハゲだけどハゲてないよって。どれが信じます？<laughs> 一億四千でしょう。<laughs> はい、それと同じぐらいの詐欺ですよこれ、うんはいね。だからそういった曖昧な発言じゃなくて具体的なことをやれと。うんはい、つまり日銀はちゃんと責任持てと。うん、で。 と同時に、えー、まだねあのやっぱこう電気代とかさまざまなエネルギー高とかあると、はいえー、そういったところは財政で補っていった方が絶対いいと、えーはい、いうことを言ってるだけでこれは非常にノーマルですね、はい、だからまあ、えー、本田さんがこれだけ具体的に、えー、緊張感を持ってツイッターでね言うってことは、えー、我々さらに、えー もっとね、あのーうん、先行ってますから、はい、先言ってね,<い>ね。とりあえず上田総裁首尾、そこまで言うとうね <laughs> え。一方著名なエコノミストとしても知られる BNP パリバ証券のチーフエコノミスト<ー>河野龍太郎氏は、日銀の政策金利は来年末までに市場予想の0.5%上回る0.75%まで上がるのではと予想しています。河野氏によると、0.5%までの利上げはすでに2007年に 実現しているため今回は異次元とも言われる2013年以降の大規模緩和の後ということを考えると日銀は0.5%以上に利上げできなければ異次元緩和は大失敗と評価されるので一でも0.5%以上にする、まあ、こういう考え方のようです。まあ、ちょっととこれ意味がわわからなないいので異次元緩和を失敗と言わせないために 0.75%まで引き上げるという考え方を上田,上田総裁が持っているということなんですか、まあえー、それはまあ河野さんのね、えー、え河野さんとは確かですね 1>,、はい、1年ぐらい前に。えー 知人の結婚式の時にいたのでうっかり肩組んじゃって「イエーイ!」とかやっちゃったんですけどお互いに心の中では「俺たちは宿命のライバルであると思っている2人でございますが私から言うと河野さん相変わらず何言ってか分かんないとともかく経済利上げするつまり金融引き締めする金融緩和する。 これはね日銀の顔を見るんじゃなくて国民経済の状況を見る河野さんのねこれはニュース原稿ですから一部分ですけれどもなんか日銀のプライドですよねあるいは日銀のことしか見てない違います金融政策っていうのは国民経済の状況を見た上で判断すべきものであってそれが重要なんですよ。 で河野さんの過去の発言を見ても何かしんないけどまず何言ってか分かんないっていうところあ<ー>まあ私が頭悪いのかもしれません。<ー>ええ、だけれども河野さんの言っていることはですね私から見ると日本経済の状況特に国民の、えー、経済状況を良くする点ではですね、はい、常にちょっと違うなとう、はい、簡単に言うと私と全く違うなと。ですねえ<っ>、えー 百年後いというような感じでね、もう肩組みましたけど肩組んじゃったんだね肩組んじゃったんでそれ喜んでツイッターに上げちゃったってあのみんな衝撃を受けてお前ら確かあの論争しちゃったのに裏でこんな仲いいのかといや裏じゃなくてただ表出してるだけそうなんですねえまあこの河野さんはですねコロナの収束で経済が再開し完全雇用も達成しておりその上で拡張財政も実施されているから需給ギャップ は想定よりもプラス幅が大きくなっているので日銀は場合によっては0.75%ではなく1%までの利上げもあり得るとしていますだんだん上がってきてますよね、えええー、河野さん本田さんとは考え方が、まあ、違っていると、えー、日銀はどんどん金利をこれ上げるべきと考えているんですか、うん、まあだからねここではね、ええ、一応ね、はい、あの需給ギャップ云々かんぬんっ,ってんだけど、はい まあ、河野さんはおそらくね、えー、日本の、えー、経済に蔓延しているデフレ予想デフレは続くよどこまでもっていうねそういった国民のマインドを非常に甘く見てますね、うん、僕はね。だから日本のこの、えー、今はねなん、えー、でみんなこの、えー、賃金を上げてるかっていうと、うんはい、コストプッシュ型の面が強く出て。はいえー 不要不でで上げている面が強いんですよ、はい、で例えばこの先ほど言ったようにねあの、えー、物の売れ行きが良くて、うん、でそれで、えー、品不足とか人手不足の結果、えー、物価が上がる、はい、リバマンドプル型のインフレっていうのも,ものが全くですね、えー、なんて言いますかね今までこう2%を超えるまでここ、えー、十数、えーまあ、30年近く年かか、はい、実現していないわけですよ。えーはい それが実現してからね利上げっていう話ですよそうじゃなくて今のこの状況が、ね、えー なんて言いますかね経済のまあ1%まで過熱みたいなことをそれはちょっとね、ね起こらないでしょ田中先生、有刊富士のコラムにも書かれていましたが今回の日経平均の高騰はバブルとは言えないこう、まあはい、おっっしゃってます上場企業の重要な指標である PER 株価収益率あと e p s 一株当たりの純利益これは好調な数字ではあるけれどバブル期の過熱には程遠い水準で だと指摘しています。まあ、これらの数字も金融政策によって支えられてきた数字であるから、金融緩和を終了してしまうと、日本の半導体など成長産業の株価は下落する可能性が大きいと予想しています。まあ、やはり金融緩和解除は日本の株価のこの上昇を止めて株価下落に転じてしまう。現時点ではそういうことってことです、ね。まあその可能性は、えー、大きいんじゃないですか？はいえー、やはりねえー。まあ、例えば金融緩和がこれから。どう どどんどん手締まりになるとつまり実質的に金利が上がっていくということになるとですねやっぱ例えば円安効果が大きく削減されますよね、はい、そういったことが、まあ、日本企業の成長の育成のブレーキにかかると、はい、だからまああの、ねえー、冒頭で、まあ、冗談っぽく言いましたけど、はい、上田さんがそういった、ねあのー、マイナス金利解除その後も金融緩和を続けますなんて言ってもみんな信じないわけですよ。 えー、河野さんって先ほどね、はい、昔の日銀のまあ 僕から言うとね、まあ本人反論あるあるかもしれないと思いますが、日昔の日銀の応援団ですからね、えその人があの具体的に金利上げるよどこまでも上田さんならと言ってるわけなんですよね。上田ありきでこういった評価をしてるというところを考えると、上田さんって僕から見るともう昔の日銀なんですよ。もうそのものだと思いますね。ええ、まあね、あ僕はねできるだけ10年以上生きたいと思ってます。どうしたかというと今の議事録10年に。 出てくるわけでまあ議事録なんでね、あの綺、ー、麗には整理されてるんですけどまあその時にね、えー、彼らがどんなことを言っていたのかまあちょっとねチェック厳しくチェックしたいと思いますよね、はい、そこら辺はね。まあ先ほど田中さんご指摘のとおり、まあ、日銀だって国民見なきゃだめですからね。日銀国民見ませんよ あ見ませんが特に上田さんは,は<ー>あの金融機関見てるんですよはーはーだからまああの上田さんの、えー、そういった y c c の、はい、このみなえー、なんですか修正、はいえー、の後は銀行株が上がってたじゃないですか、はい、それはまあぎねあの予た金利がですね、はい、あの、えー、預金と、はいえー まあ貸し出し金の幅が上がったので銀行の収益が改善してでそれが株価の上昇にもたらしたとで今は違いますねえまあ銀行株も上がってはいますが半導体株の方が今花形ですよねだからまあ冗談のようにこれ上田さんがねこれ本当にマイナス金利解除してこういったね高能路線のように金利上げていったらあの銀行が喜びますから銀行株が 今度ね主役なんじゃないですか。そうですか。その前、黒田さんはどこ見てたんですか。国民ですよ。国民ですね。で、まああと上田総裁の場合は為替見てんですよね。でも為替って外国との話じゃないですか。国内だけであのコントロール十分できないですよね。だからアメリカの政策見ちゃダメですよ。簡単に言うと、それが今の上田日銀ですよね。だからアメリカの顔を見る。 えー、さらに銀行の顔を見るこれが、まあ、昔の日銀なんですよ。はあはあ、それと同じようなものにも実態的にはなってるというのが、はい、例えば僕や島津さんや片岡さんとか、まあ、本田さんもそうですね、ええ、で、えーまあ、最近はおそらく、えー、岩田紀子先生なんかもそういう風になってきたと岩田先生もう少しね、えー、去年厳しくしてほしかったと思いますよね。人がいいいんですよ俺悪い そういうと片岡さんや島津さんも悪くなっちゃうんで、はい、一応いい人なんだけど <laughs>、はいえー、ちょっとそこら辺の評価を置いといて、えー、俺みたいな人は全て悪いと、えー、人は全部 タコかイカだとい<や>見ている人はもうことイカしかいなかったら寂しいな、ええ、もうそれから見ると、ええ、あやっぱあいつらねんな <laughs>、まあ、ただ GPIF のこと考えてもですねニーサのこと考えても国民にとっては株価上昇というのは、まあ、これは決してあの悪いことじゃなくていいむしろいいことだとだからこのまま金融緩和維持してもらってこういった経済状態維持してほしいなと思う方たくさんいらっしゃるかと思うんですけど それは日銀の上田総裁にとっては無理な相談銀行とアメリカさんを見てか、ねはい、はい、だから僕が今言う理想の日銀政策はインフレ目標3%にしてあげると。はいはいえー ぐらいしないとおそらくリィマンドプル型の需要増加の後押しにはならないしそれが賃金の上昇から物価上昇に移るということにはなりにくいとどうしたかというと去年から今年にかけての賃上げというのは先ほど言ったようにコストプッシュがメインなんですよその時のコストプッシュの影響というのはだいたい4%から3%ぐらいのコストプッシュ型のインフレ圧力でみんな賃金上げたんですよね。 じゃあリマンドプル型で同じことするためには、やっぱもうコストプッシュ型が全部なくなっちゃうと仮、うん、定すればですね、物価上昇ああの物価目標を3%にするのが一番買いかなというふうに思いますね。うんうん、はい、はい、以上アフターテラちゃん田中先生でした。田中さんありがとうございました。